はい、どうも皆さんこんにちは。さあ今日は2月6日火曜日、まあね、前回の続きでですね、ハイパーモールメルクス田川っていうね、またテナントのいっぱい集まった商業地、集合体の商業地があるみたいなので、ショッピングモールかな、まあそれに行ってみたいと思います。で今ね、これ何町やか、ユーチャーがあったり、これ何、ホテルアズね、この踏切のところ今歩いています。じゃあね、ハイパーモールメルクス田川を目指したいと思います。結構ここあれですね、主要道路みたいですね。車の交通量が多いですね。地名が知りたい。何町？ここ書いてないね。だいたいね、僕歩くときはすぐこの緑色のね、地名の表示板を見るんですよね、すぐ。だけど見つかりません。ちょっと町っぽいぞ。あ、日の出町2丁目って書いておこう。日の出町2丁目、どっち行ったらいいんかな、こっち。お、この音楽がいい感じやね。多分この斜めの道かな。また降り出した。もつ鍋専門鉄心、金賞唐揚げ、お持ち帰り専門店。シャッター閉まったやん、金賞取ったのにね。あったやんか。うん、合ってますね。よかった。ハイパーモールメルクス田川まで21分。1.5 キロ。で、この街はね、あ、道をまっすぐ行ったら、ラーメン屋さんがある、宝来軒。この道をねまっすぐ行ったら、途中で右に曲がらないといけないですね。税務署まで行ったらいけんねや。よし。あ、これ何、田川記念会館なんやろうか。田川記念会館、私リリースファッション各。あ、この人面白いね、いろんなお店があるけね。昔の名残のある商店街になってますよ。これもまだ日の出町なんやろか。見る、これもしもし亀よ、かわいいね名前が。田川総合庁舎、高木殿下。リハビリ訪問介護ステーション、まだまっすぐでいいんかな。まだこっちやろうね。これちょっとした公園になったね、新町老人クラブ。公園っていうか、もうただの
さらちの広場みたいな感じですね。田川は思ったけど、あれ本当緑なの、地名表示のあれがないね。なんとか町なんとか町の表示が少なくない？探せばあるんやろうけどね、北九州いっぱいあるけどさ、どこ歩いても。あ、この道かな。よし、ちょっとこれ、あの車、白い車が行き過ぎたら渡ろうかね。危ないで気をつけよう。おっしゃ、チャンス。多分この道やろうね。で、これをずっと道なりにまっすぐ行けば、あ、もう着く気ね。よし、オッケーオッケー。この工事の柵のウサギが可愛いですね。黄色とピンクのぴょこんぴょこんち飛び跳ねてきそう。コミュニティバス、田川市コミュニティバス総合庁舎前。へー、こんな路線図なんやね。結構複雑、行くんどね。200円、先払い制。わ、でもあんまりない、こんなんやね。へぇ。飲食店があるね。居酒屋、押し売りって。押し売られるんかね、ぼったくられる。隣が喫茶ペルシャ。喫茶ペルシャっていうネーミング、なんか日本中探したらいっぱい出てきそうね。そんな気しません？喫茶ペルシャとか喫茶ワシントンとかね、昔の喫茶ロンドンとかね、いっぱいありそう。安住調剤薬局。あー、コスモスが見える。雨がね、やまんね。晴れ間がどっか行ってしまった。住所が松原になってますね。これ松原の今交差点にいます。あそこはでもいたって書いて、あ、郵便局あるよ。香川松原郵便局。こうやってね、土地勘のないところを歩くの楽しいですね。わ、池があるやん。やっぱ歩行者は少ないね、田川の方は。みんなやっぱ車社会やけ、ほとんどが車乗ってますね。池のほとりにこういった建物がありますね。すごい、かなり老朽化で今にも朽ち果てそうなね。もう営業しないね、どれも。タバコ屋さんも。なんこの自販機、古い。24時間見てますよ、ち。あ、この綺麗なの、綺麗な建物、松原団地なんですね。かわいい、綺麗な団地ですね。ちょっとおしゃれっぽい。
うどんそば一休庵。営業してないね。本日の営業は終了しました。あ、今日ね、毎週火曜日定休日なんですね。ね、立派なうどん屋さん、人気あるんやろか。焼き鳥104。惣菜お食事どころ武蔵野。お弁当もあるね。お客さんが一人おる。あ、お客さんじゃないかね。店主の方がなんか陳列しています。こっちは松原団地。こっちは普通ですね。コミュニティバスで、ローソンがあって、奥はね、お茶屋さんみたいなのがあるね。高松園っていうお茶屋さんで、こっちは焼肉屋さんがある。鮮魚店もあるね。あ、ここの団地の人いいですね。焼肉も整骨院もあるし、鮮魚もあるし、お茶もローソンもあるけ、結構便利ですね、ここ。邪魔してきた。今日はね、曇り予報やったのにちょっとタガが外れましたね。残念。お、味どころ満腹亭だよ。中華、皿うどん、ちゃんぽん、焼きそば、ラーメンもある。営業中やん、満腹で。こういうとこ絶対値段が安そう。600円ぐらいでね、お腹いっぱい食べれそう。そんなイメージがある。雨やまんのかな、これ。早く屋根のあるとこ行きたい。信号赤嫌やね。さあ、急ごう。雨が強い。ジュブジュになってしまう。6人よ。松原団地って広いですね。あんな奥の方まであるよ。すごい。お金になってますごめん。雨強い。やみそうもない。お、ここね、いろんなお店があるよ。唐揚げ、グッドチキンね、不動産会社もあって、あと何、藤本建設、うん、チップスはヘアサロンかなんかかな、ね、ここもね、ちょっとデザインの違う団地がありますね、うん、こっちもあるやん、メガネファクトリー。ちょっとや、雨宿りしたいけど、屋根すらもないね。ここやばいね。もろ雨受けてます。
早くハイパーモールメルクス田川行きたい。でもネーミング長くない？ハイパーモールメルクス田川。地元の人は何て呼ぶんですかね。メルクスって言うんですかね。メルクス行こうかとか。ハイパーモールとは言わないですよね多分。メルクスで買い物しようち、お父さん今日メルクス行こうち、多分そんなん言うんですかね。メルクス行ってお菓子買ってとか、分からんけど、まあ、お菓子が売りようかどうか今適当に言ったけど、多分ねハローデーがあったような気がする。さっき Google マップちょっと見たらね。服はね、まあ寝てもいいんやけど、でもね、他の靴履いてるんですけど、でね、他の靴が濡れるのがかなりショック。いやですね。さっきからめっちゃゴミが散乱しとんやけど、この辺ヘアサロン D マリック、かっこいいヘアサロンがありますよ。さあ見えてきたね。もうあれハイパーメルクスやろ、ハイパーモールメルクス、あの右手のミスターマックスとか看板が見えとるしね。左に行ったらサンリブタガーもあるよね。サンリブタガーも行こっかね。メルクス行ってサンリブ行こう。さあ来たよ、ミスターマックスの裏側に。横断歩道歩き渡るか。あら、左もミスターマックスって書いておけど、左がミスターマックスね、右が違う建物かな。よし、着いた。何やか、あ、これ西松屋やない、このうさぎ丼ねえ、西松屋やろ、これ。スマートエンジェルって書いてある。あ、屋根があるけどめっちゃ嬉しい。ほら、西松屋でしたね。で、こっちに来たらね、手芸のクラフト東海があります。至る所にあるよね、このクラフト東海って。手芸屋さん専門店ですね。ありがとうございました。買い物してから。こっち行ったらトイレもありますね。お、ピザハットがあるやん。え、もらんけど。
れは何？クリーニング屋さんと柏木商店。休みなんかな。で、ハローで先ファーストって書いてあるよ。なるほどね、こんな感じなんやね。初めて来たね。ハローでちょっと寝張りたいけど、服はびちゃびちゃやけ、寝とこっか。あ、結構広いね、ハローで。ドラッグ公園。さっきもどっかあったよね。で、ここは？あ、ダイソーやね。お、ダイソーもなかなか広い。なるほど、こんな感じなんやね。いろいろあるね。正面にいたナフコ園芸館とかあるし、あ、園芸館だけじゃなくて資材館もある。あっち行ったらね、ココイチにソフトバンクに山田電機もあるね。じゃあね、サンディブタガーの方行ってみようか。うわあ、ココイチカレー食べたい。でも確かガストがあったよね。もうホットレモンが冷たくなっと。さあ、こっち行こうかね。ミスターマックス屋根がある。こっち側にもトイレがあるね。あ、嬉しい、屋根があるけ。このままサンディブタガー前に寝ずに行けるやろか。まだ雨止んでないもんね。いいね、ここいっぱい揃っと、メルクス。ねえ、ラーメンもあるね、山小屋ラーメン。で、さすがに屋根がない、悲しい。田川科学技術高等学校ですよ。そういった高校があるんですね。雨濡れるけど、まあ、さっきよりはでも雨だいぶ弱くなってきたけど助かった。ちょっと明るくなってきたかも。ガストがある。やっぱ後でガスト行こうかな。タピアはあるんやか。ピーピー近いか分からんけどね。
さあ来たよ皆さん、サンディブタ川。うわ久しぶり来た。多分 2年前か3年前にね1回だけ来たことある。それ以来でも全く覚えてない。よし、こっち側から入れる？入れるんやんか。あ、入れた。よし、右回りで行こう。 ATM が4つの銀行ありますね。フードコートになってますよ。カレーとかエビフライとかある。すごい爽やかな感じですね。なるほど。うちね、パン屋さんがあるよ。2階に上がってみようかね。これな、ストレッチベイビーってかわいい。伸び、ムチムチ伸び。こういったね、ガチャのコーナー増えましたね。どこ行ってもありますよね。あ、2階はニトリになってます。上は何、駐車場。サービスカウンターがめっちゃ立派。広いね、しかも。そう、なんか落ち着く雰囲気でいいね。あ、いいね、こんなんで作業したいね。これでパソコンの編集やりたいですね。ゲームコーナーやん。テスタランドね、ここ。今女性がでっかいカービィのぬいぐるみをね取ろうと挑戦してました。 UFO キャッチャーで。でもね、トレインあったみたい。ちょうどねボトッと落ちる瞬間見ました。あの穴じゃないところに。こっち本屋さんやん。あー、この文房具懐かしい。今でもこんなあるんですね。
でかい筆箱。服見たらなんかウォーキングの服欲しくなりますね。あ、見てこれマインクラフト。コンバース。いいね、新しいウォーキングのウェアが欲しいですね、上下。あと帽子も欲しいね。帽子ね、黒が2つと紺色1つ持っとうけど、グレーもあるけど赤とか青とか白とか欲しいですね。ウォーキング用のね、やつを。本日もサービスパワーセットご来店いただきまして、さあ、降りよっか。なんやろうね、なんもないよ。なんかあったやろ、ね、で、こっちがダイソーですね。いいね、便利いいね。ビジョンメガネ。いいね、コンパクトサイズでとても歩きやすいですね。さあ、ここから入ってきたんだっけ。出ますか。あ、なんか晴れてない？雨上がったっぽいよ。ほら、青空が見えるもん。やった。ガストペイペイ使えるんやったらお昼ご飯食べようかな。じゃあやろっか。あ、感じで雨上がって嬉しいね。服も今乾いてきと。10時から11時半。営業しないんかね。休み？なんか暗くない？開いとうか。あ、見て、ハッピーアワーって書いてる。めっちゃ安い。めっちゃ水筒。あっち行こうかな。はい、どう。すみません、こちらってペイペイ使えますか、ね。大丈夫。ありがとうございます。じゃあメモラスニック行こうかね。一人席いないっけ。いいんかな、この席座って。めっちゃいい席された。ペイペイでテーブル決済始めました。すごくない？
と。なんやけど。何名様でご利用ですか。一人。メニュー100。ビアージビルのモヤ。アルコール。これ、これね、アルコール、注文カゴ入れる、スーパードライね。何でしょうか。お得なセットはサラダスープ、小さなおかず。ランチ食おうか、安いし、とりあえずね。これでしょ、日替わりランチ。ご飯はするのにトッピングできるんやね。トッピング、まあビール飲む系、ソーセージね。これはいらん。かわりい自由。注文カゴを見る。800円、税込み900円、安いね。よし、こドリンクコーナーからお取りください。お水、スープバー。スープ、ビールはいらないけどね。ちょっとめんどくさい、ハイトやめよう。それではビールをいただきたいと思います。乾杯。うわー最高、めっちゃうまい。ということでね、ラストでランチタイムも終わったので終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。